かんだよ。むしゃむしゃ葉っぱ、のみや虫はどう？葉っぱ、きのみ、虫。食べたくないよ。赤ちゃん恐竜の餌探し。森では何日も大雨が続いています。みんな出ておいで、お日様が出たよ。みんなの森がめちゃくちゃだよ。掃除が大変だな。どうしたの？なんと恐竜の赤ちゃんです。足を怪我してる。あ、かわいそうに。お腹空いた。腹ペコなの？そっか、食べ物を見つけよう。わかった。なんだかこの子の顔怖いわ。おちびちゃん、おいしい木の実を持ってきたよ。おいしすぎてほっぺたが落ちちゃうよ。なんだよ、食べろよ。これを取るの大変だったんだぞ。一つくらい食べてみたっていいのに。じゃあ私の見つけた虫食べてみる？栄養たっぷり、味も最高よ。おいしい。食べてみなさいよ、好き嫌いは良くないわよ。食べ物持ってきたよ。ほら、こんなに新鮮な葉っぱだよ。どう、おいしそうだろう。なぜ食べないんだ？木の実も虫も全然食べないの。肉食恐竜には肉食恐竜の餌をあげなきゃね。物知り博士、トロードンのおじいさん。目の上の出っ張り、尖った牙、鋭い爪、力強い尻尾。この恐竜は、かの有名な、アロサウルスですって？間違いない。この子は肉食恐竜のアロサウルスだ。その証拠を見せてやろう。ほいっと。あ、本当だ。食べてる。アロサウルスだったらここに置いておけないわ。まだ小さい。そう危なくはないさ。そうだよ、足も怪我しているし放っておけないよ。でもこの子のママが探しに来たらどうするのよ。じゃあこうしてはどうかな。ここがアロサウルスの森なの？怖いわ。さっさとこの子を置いて帰ろう。いいかい、ここにいればママが来るからね。あなた大きくなっても私たちを忘れないでね。私はオルニトミモスよ。それからママさあ、もう行こう。おちびちゃん、さよなら。なんて優しいお友達。アロサウルスの赤ちゃんを仲間の森まで届けてあげました。恐竜のおちびちゃん、元気にすくすく育ってね。ダチョウにそっくりオルニトミムス。小さな石頭ステゴケラス。
長いトサカが自慢、パラサウロロフス。賢い恐竜トロオドン。恐ろしいハンターアロサウルス。どうして僕は醜いの？みんなが僕をからかうの？顔には大きな角三本、なければいいのにな。トリケラトプスの素敵な角。みんな遊ぼうよ。みんな遊ぼうよ。プスタコサウルス、真似するなよ。真似するなよ。真似っこめ。真似っこめ。いたずらっ子プスタコサウルスです。オウムみたいなくちばしでオウムトカゲとも呼ばれています。みんなこんにちは。やあマイアサウラ、今日は何して遊ぶ？恐竜クイズはどう？どんな恐竜かを言うから名前を当ててみて。よし、恐竜クイズなら自信があるぞ。私に勝てるかしら。それじゃあ始めるわよ。丈夫なおでこで頭突きをするよ。パキッケファロサウルス。ビュンビュンかけっこ一等賞。ミムスミムスガリミムス。わあ、みんなやる。今度はどうかな。角が3本、醜い恐竜。かわいそうにトリケラトプスはみんなの話を聞いてしまいました。ああ、なぜ僕は醜いんだろう。はあ、この邪魔な角は何のためにあるんだろう。あらあら、どうしたの？この角のせいでみんなが僕をからかうんだ。この角何なの？この角は我々を守ってくれるんだよ。肉食恐竜だって恐れるんだぞ。そうよ、みんなもすぐにあなたのことを好きになってくれるわ。本当にそう思う？もちろん。トリケラトプスは勇気を出して友達に会いに行きました。ところが、あー、トリケラトプスだよ。みんな逃げるんだ。俺たちから逃げられるかな。この鋭い爪で。お前たちが襲ってやる。助けて。友達に手を出すな。なんだお前は、どこから現れた。俺たちに逆らうとはいい度胸だぜ。おいや、トリケラトプス。今日のところは引き上げだ。行くぞ。すごい、勇敢なトリケラトプスがベロケラプトルの群れを追い払いました。二度と俺たちのところに来るな。次は容赦しないぞ。次は容赦しないぞ。その角よく見るとかっこいいよね。その角よく見なくてもかっこいいよね。見にくいって言ってただろ。あんたもでしょ。言ってないよ。本当にありがとう。からかってごめんね。私たち仲良くしましょう。うん、この角がみんなの役に立ってすごく嬉しいよ。勇敢なトリケラトプス、これからもみんなを守ってね。香り3本の角、トリケラトプス。可愛くてすばしこいヒプシロンフォロー。オウムにそっくりプスタコサウルス。アヒルみたいなくちばしマイアサウラ。素早いギャングベロキラプトル。
子はどこかしら、こっちかな、あっちかな、かわいい卵はどこ行った。ちびちゃん、どこにいるの。迷子の卵を見つけたよ、泥棒泥棒泥棒、かわいい卵を取らないで。私は泥棒じゃないよ。オビラプトルは卵泥棒？確かにここだったと思うんだけど、あの一番高い木の前よ。どこに行ったのかしら。こっちかな、あっちかな。プロトケラトプスのママは巣を探しています。でも全然見つからないようです。あら、かわいいお花ね。私のかわいいチビちゃんたちもきっとここね。ああ、ここここ。あ、ダメダメダメ。取っちゃダメ。出て行って。何をしているの？私の卵を取るつもり？まあ、これは私の巣よ。え？泥棒じゃないの？いや、間違いないはずよ。助けて！助けて！卵泥棒よ！プロトケラトプスの声を聞いて、恐竜たちが集まってきました。あら、どうしたの？もう知らない。卵泥棒よ。私が見ていない間に卵を取ろうとしたの。本当に卵泥棒なのかい？そうね、見るからに卵泥棒ね。違う、そうじゃない。私の話も聞いて。どうして君の話を聞かなくちゃいけないんだい？卵泥棒だろ。違う、私の卵よ。信じられない、自分の卵だって言うの。その時、トロードンが来ました。トロードンは恐竜の中でも賢くて有名です。みんなどうしたんだい？私の卵を取っておいて自分の卵だって言うのよ。違うわ、いきなり来て私のことを泥棒って言うのよ。こういう時は落ち着いて考えてみよう。そうだ、いい考えがある。卵は全部で10個あるから5個ずつに分けよう。ちょっと待ってくれよ、同じ数に分けてみよう。ああ、やめて。そんな風にしたら卵が傷つくわ。どうすればいいの？卵が10個でママが2頭だから、これが一番いい方法だよ。どうだい？卵を持っていって。自分の卵でもないのに。本当だよ。わかったぞ。卵の無事を一番に考えている君こそが本当のママだ。私もママよ。私だって卵の無事を願っているわ。でも卵をきちんと守れなかっただろう。もうすぐ誰が正しいのかわかるさ。その時です、卵から赤ちゃんが生まれました。あら、まあ、トロードンの言う通りだ。わかったでしょ、私は卵泥棒じゃないわ。私にそっくりでしょ。ごめんなさい。じゃあ私の卵は。みんなここにいたのか。プロトケラトプスのママはどこ？ここで何をしているの？
あなたの赤ちゃん、イチョウの木の下で生まれるところよ。急いで。イチョウの木、今すぐ行かなくちゃ。ママ、赤ちゃん大好きよ。かわいいわね。そうです、オビラプトルは卵泥棒ではありませんでした。本当のママだったのです。プロトケラトプスの赤ちゃんもきっとすぐにママに会えますね。サイみたいプロトケラトプス、ニワトリのトサカオビラプトル、賢い恐竜トロードン、小さくて素早いヒプシロフォドン、頭突きの名人パキケファロサウルス。恐竜の王様って誰？当然スピノサウルス。断然ティラノサウルス。長い顎、この背びれ、王様さスピノサウルス。なんだって？素早い肉食恐竜、狩りなら誰にも負けないぞ。ガウ、この俺が王様だ。ガウ。スピノサウルスとティラノサウルス。俺はティラノサウルス、世界一のハンターさ。この強い歯で敵なしさ。今日は何を食べようかな。ティラノサウルスが獲物を探していると、プテラノドンが飛んできました。世界一？僕はスピノサウルスこそ世界一のハンターだと思うけど。なんだって？スピノサウルス？うん、そうさ、ちゃんと見たんだよ。すっごく狩りがうまいんだ。それに背中の大きなヒレ。そんなはずないさ、確かめに行かなきゃ。ガオ、俺はスピノサウルス。魚を取るのなんて楽々さ。一匹、二匹、三匹。ははは、あいつがプテラノドンが言ってたやつだな。おい、お前が狩りが得意なスピノサウルスかい？噂は聞いてるぜ。ふん、そうさ。お前こそ誰かい？俺は恐竜の王様だ。ははは、恐竜の王様？魚がちょっと取れるぐらいで恐竜の王様だって？ははははは、本当の王様はティラノサウルスだぜ。なんだって？いいさ、それじゃ勝負しよう。魚を多く取った方が本当の王様だ。ふん、お安い御用さ。よし、よし、よし。なぜ取れないんだ？もう一回。助けて、助けてくれ。しょうがないな。ほら、わかっただろ。俺が恐竜の王様さ。いや、まだだ。お前はいつも水の中で狩りをしてるだろう。俺は今日が初めてさ。今度は森の中で勝負だ。森でもお前が勝ったら降参しよう。はは、勝てっこないさ。なんだなんだ、あそこの木まで早く走った方が勝ちだ。いいか？簡単だね。俺の勝ちに決まってるさ。よいどんでスタートだ。いいな、
用意ドン。なんでそんなに速く走れるんだ。俺の強い足腰を見たか。こんなの朝飯前さ。俺の勝ちだ。なんだと、魚の勝負は俺の勝ちだったじゃないか。俺が王様さ。何？お前は森で負けたじゃないか。水の中で溺れかけたのはお前の方だろう。俺の勝ちだ。俺の方が強いって王様は。ぜひ言ってんだろよ。よし、あそこのプテラノドンを先に捕まえた方が勝ちだ。どうだ？はっ、いいだろう。それじゃあ、行くぞ。負けないぞ。いや、俺の勝ちさ。その時、ふん、僕を捕まえるって、そうはいかないよ。どうなってるんだ。わかっただろう。俺が恐竜の王様さ。いや、俺さ。わからないやつだな。よし、もう一度勝負だ。俺が負けると思うのかい？俺の勝ちだ。やれやれ。恐竜の王様を決める勝負はまだまだ続きますね。陸のハンターティラノサウルス、水のハンタースピノサウルス、空飛ぶプテラノドン。一番怖い恐竜さ、僕の名前はアロサウルス。みんなが怖がる恐竜さ、僕が来たよ、アロサウルス。一番強い恐竜さ、僕の名前はアロサウルス。小さくたって強いんだ、大きくなったら無敵だぞ。アロサウルスの住む森で子供たちが集まっています。何を話しているのでしょう。僕のママは森の外には行っちゃいけないって。怖い恐竜がいるんだって。ちょっと待ってよ。僕たちアロサウルスは恐竜で一番怖いんだよ。違うよ、私たちより強い恐竜がいるって聞いたよ。そんなことないさ。もし森の外にもっと強い恐竜がいたら、吠えてやっつけてやるさ。さあ、行ってみようよ。あー、行きたくないな。私も行きたくないな。怖がりだな。いいよ、一人で行ってくるからさ。へへ。トゥトゥルトゥトゥトゥ。あー、どうする？本当に行っちゃうよ。止めた方がいいじゃない。チリアロサウルスは森を出て、水の中のスピノサウルスに会いました。やあ、僕はアロサウルスさ。君は誰だい？俺はスピノサウルス。魚を捕っているのさ。静かにしてくれないか。へへ、僕だって魚取りがうまいの見せてやろう。ういういううわ、ふうふうふう。見ててよ、これが僕のやり方さ。全然ダメじゃないか。
どうやって魚を取るつもりなんだい？こうやってやるのさ。もう一度潜ってみるかい？いや、今日はやめておくよ。また今度。お腹が空いたな。何か食べなくちゃ。チビアロサウルスはお腹がペコペコ。その時、カルカルドントサウルスに出会いました。へへ、食べ物を取ってやろう。うん、僕はお腹が空いてるんだ。食べ物をくれないと首に噛みつくぞ。ガオガオ。僕はアロサウルスさ。お腹が空いてるんだ。食べ物をくれよ。はあ、お前なんか全然怖くないさ。僕の言うことがわからないのか。噛みつくぞ。あーさー、鋭い歯。今日のところは許してやる。あっち行きよ。わかったよ、さようなら。こんなんじゃ家に帰れないよ。次に会う恐竜には僕が怖いっていうのを見せつけないと。僕はアロサウルスさ。君は誰だい？俺はティラノサウルスさ。陸のハンターだ。陸のハンター？でも手はちっちゃいし、鍵爪が2つあるだけだし。かわいいね。なに？かわいいって？俺の立派な尻尾と鋭い歯が見えないか？あー怖い。ティラノサウルスさん、喧嘩するつもりじゃなかったんです。わあ！アロサウルスは友達が待っている森に帰りました。あ、おかえり。他の恐竜に会ってきた？うん、大丈夫？なんか疲れてるみたい。僕が？全然。僕はアロサウルスさ。強くて怖いんだぞ。じゃあ、明日連れてってよ。私も森の外へ出てみたかったの。いや、また今度にしよう。僕たちまだちっちゃいし、もっと大きくなったら一緒に行こう。あ？そうですね、まだみんな子供です。でもきっとすぐに強くて怖いアロサウルスになりますね。狩りが得意アロサウルス。水のハンタースピノサウルス。陸のハンターティラノサウルス。鋭い歯カルカロドントサウルス。怖がりチビティラノ。ママティラノとチビティラノが一緒に狩りに出かけます。でもチビティラノはとても怖がり。今よ。ママ僕できないよ。あんな大きな恐竜、僕の小さい歯じゃダメだよ。
こ、怖い。できるわよ、やってごらん。ガオなんだ、チビティラノじゃないか、うん、気にしないで食べましょう。あら、まあ。チビティラノはとても怖がり、ちっちゃなものでもびっくり。そういえばこんなことも。ママ助けて、大きな恐竜捕まっちゃう。あれはムスサウルスの子供よ。あれはアパトサウルスよ。とっても大きいけど、おとなしい草食恐竜よ。ああ、ママ、ママ、恐竜が空を飛んでるよ。吹き飛ばされちゃったらどうしよう。あれはプテラノドンよ。空飛ぶ恐竜よ。ティラノサウルスは恐竜の王様なのよ。どうやったら強くなれるか教えてあげなくちゃ。チビちゃん、いつまでもずっと一緒にいるわけにはいかないのよ。あなたは強い肉食恐竜よ。さあ、どんなに強いか見せてごらん。できないよ。自分一人じゃ怖いよ。大丈夫、きっとできるわよ。あなたは恐竜の王様、ティラノサウルスなのよ。ママティラノはチビティラノを一人で行かせました。水辺なら誰もいないかな。あ、あれは何？逃げなくちゃ。あれ？こんなに遠くに来ちゃった。僕って走るの早いんだね。足腰がとっても強いんだ。もう一度走ってみよう。ティラノサウルスだ、みんな逃げろ。あれ、きっと僕が怖いんだ。チビティラノは勇気を出して岩山に登ります。グラッ！ティラノサウルスだ！逃げろ！ん？僕のことが怖いって？僕が吠えたらみんな怖いんだ。僕の声って力強いんだね。ちょっとお腹すいたな。試しに狩りをしてみよう。さあ来たぞ、強いチビティラノさ。ゴー！一人にしてみてよかったみたいね。勇敢なチビティラノ、いつかチビティラノも立派なハンターになりますね。陸のハンターティラノサウルス、長い首のブラキオサウルス、小さい頭ムスサウルス、大きくておとなしいアパトサウルス、空飛ぶ恐竜プテラノドン。
けっこ一番ガリミムス、はい、足が自慢のガリミムス、すごい、誰にも負けないよ。かけっこ一番ガリミムス、恐竜のかけっこ大会。今日は恐竜のかけっこ大会の日です。おっと、申し遅れました。私は進行役のプテラノドンです。現在スタート地点にいるのは去年の優勝者ガリミムス。その横にはアンキロサウルスとブラキオサウルスがいますね。アンキロサウルスさん、あなたも一緒に走るの？短い足で随分ご苦労様なこと。ノロマさん。なに？ノロマ？僕が勝つかもしれないじゃないか。あなたが勝つ？このガリミムス様に？この長い足でビュンビュン走るのよ。あなたたちの相手じゃないわ。私はね、かけっこでは負け知らずなんだから。あっ、痛い。うわ、大きいわね。そんな重そうな体で走れるの？そんなに頑張って走らなくたって結構速いんだよ。ああ、ちょっと動いたらなんだかお腹が減ってきた。いくら食べても全然満腹にならないんだよね。さあ、選手の皆さん、お静かに。スタートしますよ。よーい。おっと、ガリミムスとブラキオサウルスが互角の戦い。あら、意外とやるわね。あれ、なんだこのいい匂いは。あ、大好物の木の実がなってる。よし、ちょっとだけ食べていこうっと。おっと、ブラキオサウルス選手、競技の途中でどこへ行くのでしょうか。あらあら、ありがたいこと。アンキロサウルスはもう見えないし、勝負はついても当然ね。はあ、暑い。少し休んでいきましょう。はあ、なんだか眠くなってきたわ。ガリミムス選手、競技の最中にお昼寝ですか？まったくしょうがないな。ではアンキロサウルスがどこにいるのか探し出して皆さんに報告したいと思います。出発はしたんだろうな。あー、いた、アンキロサウルス選手。よいしょ。もう諦めた方がいい気がするけど。諦める？絶対にそんなことはしない。この丈夫な足で休まずに頑張ればきっと勝てるさ。アンキロサウルスは諦めない。最後までベストを尽くす感動の姿。では再びブラキオサウルス選手を探してみましょう。ありゃ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 、木の実という木の実を全部食べちゃってるよ。そんなのいいから走らなきゃダメですよ。さあ、ほらほら、あ、向こうにアンキロサウルスの姿が見えてきました。僕は絶対に諦めない。よいしょよいしょ。アンキロサウルス選手すごいです。くれーくれー、アンキーロ。もう少しで一番でゴールですよ。やったー、勝ったぞ。僕が1位だ。なんと、アンキロサウルス選手が今年のかけっこ大会の優勝者です。なんですって、そんなバカな。ガリミムス、どうだ、思い知ったか。私が負けるだなんて、あなたってすごいのね。最後まで諦めなかったアンキロサウルス選手が優勝しました。中継は以上です。おっと、ブラキオサウルス選手はまさかまだ食べてる？おいしいな。
けっこビュンビュンガリミムス、鎧で身を守るアンキロサウルス、首長の食いしん坊ブラキオサウルス、長いくちばしの翼竜プテラノドン。赤ちゃん恐竜が卵から生まれました。いや、どうしてこれ取れないの？ママ、ママどこ？卵の殻をかぶった赤ちゃん恐竜はママを見つけようと森の奥へと向かいました。まだ一度もママと会ったことがないけど、ママもきっと前足が短くて二本足で歩いてるはず。うわ！あらあら、ごめんね。大丈夫。もしかして二本足の恐竜さん？ええ。四本足で歩くこともあるけど、二本足で立つことも多いわね。え、本当？僕もこうして二本足で歩くよ。ほら、前足も短いし、もしかしてママ？いいえ、私はイグアノドンよ。あなたは誰？その顔を見せてちょうだい。よいしょ。あ！イグアノドンは赤ちゃんが誰かすぐに気がつきました。なんて怖い顔。あっちに行きなさい。待って、僕は誰なの？痛い。僕って怖い顔なのか。じゃあママの顔も怖いってこと？あ、よし、あの山の上からママを探してみようと。えっちゃ、えっちゃ。うわー、山が動いた。うわ、私はステゴサウルスよ。背中から降りてちょうだい。あ、ごめんなさい。背中の板を掴んで気をつけて降りなさい。ありがとう。優しいんだね。見た目はちょっと怖いけど、心はとっても優しいのよ。見た目が怖い？僕も怖いって言われたよ。じゃあ、あなたは僕のママ？僕も大きくなったら背中に板が生えてくるの？いいえ、私たちは生まれた時から背中に板があるのよ。もう一度ママを探しに行かなきゃ。そう、ママに会えるといいわね。あの子、どこかで見た気がするけど、誰だったかしら。やあ、おちびちゃん。うわあ、大きな恐竜だな。はは、首もほーら長いだろう。僕のママ上から見えない？ママだって。あ、お前は、お前のママが探しに来ている。みんな怖くて逃げ出した。本当？お前のママは怖い恐竜の王、ティラノサウルスさ。ティラノサウルス？そうさ、ママのところへお帰り。えっちゃ、えっ
赤ちゃん恐竜はママを見つけました。鋭い牙、太い後ろ足、短い前足、ほらそっくり。恐竜の王、ティラノサウルスレックス。平らな歯、イグアノドン。背中に骨のいたステゴサウルス。巨大な体、ディプロドクス。子供大好きマイアサウラ。暖かい日差しが降り注ぐ昼下がり、まあ、マイアサウラのママたちが子供たちのお世話をしています。ほらほら気をつけて。やだ、うっかり眠っちゃったわ。マヤのママ、夕べも寝てないのね。ええ、もう卵が帰る頃なので。ママ、ママ、お腹すいた。そうよね、マヤ。はあ、昨日取ってきた葉っぱはもう食べたの？ママ、僕が食べ物を見つけてくる。それはダメ。恐竜の森は本当に危険なのよ。そうそう、子供が一人でなんて。そうよ、危ないわ。絶対に森に行ってはダメ。そう、ダメダメ。マヤのママ、私が見ているから行っておいで。はあ、ありがとう。マヤ、卵を見ていてね。はい、ママ。あら、やだ、マユのママ。マユは森に行ったみたいよ。探しに行って。これは大変。マヤ、私は森に行ってマユを連れてくるからここにいるのよ。うん、わかったよ。えへへ。あー、退屈。うん、いつ生まれてくるんだよ。あれ、面白いぞ。くぅ、これ割ったら出てくるかな。卵がなくなったら僕が怒られる。すぐに見つけてこなきゃ。マヤは勇気を出して森に入っていきました。平気だ、怖くなくないや。ママ、いた。ママ、マヤ大丈夫？あなた卵は？卵が盗まれたの？なんとマヤは嘘をついてしまいました。はあ、どうしたらいいの？その泥棒は目にコブがあった短い口で鋭い爪の恐竜？それはそのオビラプトルに間違いないわ。卵泥棒、マヤここにいなさい。ママが言って卵を取り返してくる。やめて、危ないよ。何かある前に見つけなきゃ。どうしたの？何かあった？卵が。卵？ここにあるわよ。ほら、これあなたのでしょ。ええ、そうよ。どこにあったの？私がマユを探しに森に入ったら卵が転がってきたの。よく見たらマヤのところの卵じゃない？オビラプトルが盗んだ卵が森に？オビラプトル？実は卵を蹴
飛ばしたらそのまま森の中に転がっていって、ごめんママ。バカね、何事もなくてよかったわ。マヤ、これからは何があっても一人で森に入っちゃダメよ。嘘をつくのもダメ。うん、もう二度としないよ。あなたたちは私の宝物なの。大好きよ、かわいいおチビちゃん。愛情いっぱいのマイアサウラの家族、とっても幸せそうですね。子育て恐竜マイアサウラ。石頭のパキケファロサウルス、頭がとっても硬いんだよ。頭突きなら誰にも負けない、頭突きキング。頭突き名人パキケファロサウルス。石頭のパキケファロサウルスです。今日も毎日頭突きの練習です。分厚い頭の骨、飛び出たおでこ、この必殺の頭突きを受けてみろ。えい、わあ、松ぼっくりの雨っていつ見ても素敵。パッキー、あなたの頭突きどんどん強くなるわね。え、そう？君が望むならいくらでも落としてあげるよ。へえ、なかなかやるね。うん、やあ、僕はパク。火山の噴火から逃げて引っ越してきたんだ。ああ、パク、よろしくね。私はパケよ。この子は森の頭突き名人パキよ。うん、なるほど、頭突きがうまいわけだ。大したことないさ。僕もやってみるかな。いいわね、ここは頭突きの練習にはぴったりなのよ。あいつの頭、なんだか僕より強そうだ。行くぞ、スーパーウルトラ頭突きだ、おりゃー。なんだあいつは。うわー、すごいすごい、パキよりも強いかも。張り切ったけど、これが精一杯。でもさっきのパキは本気じゃなかっただろ。ああ、そうさ。僕だって全力でやったよ。パキ、今度は思いっきりやってみて。え？ああ、わかった。やってみる。あ、どうしよう。うまくいかないとがっかりされちゃうぞ。おいおい、それで全力だって？もうがっかりだな。パク、それよりも僕と頭突き勝負をしようじゃないか。そんな、よそうよ。え、負けるのが怖いのか？へへ、意外と臆病だな。なんだと？臆病？よし、わかった。後悔しても知らないぞ。こうして二人は頭突き対決をすることに。さっさと降参したらどうだ。こっちのセリフだ。さあどうだ。もう二人ともやめて。え、何を言うんだ、絶対に決着をつけてやる。あ、危ない。パッキー、大丈夫？ああ、平気だ。お前、僕を助けたのか？仲間のピンチは助けるのが友達だろう。パク。僕と友達になってくれるかい？え、
私たちはもう友達よ。パキ、そうよね。うん、パク、ありがとう。これからは一緒に頭突きの練習をしよう。よし。パキケファロサウルスたちはとってもいいお友達になれそうですね。頭突きの名人、パキケファロサウルス。からピンキッズで検索してね。